はい、最後の動画になります。これも吉谷さんにまあひどくね、私は共感するんですよね。こういうところの考え方が似てるんですよ。だから人間っていうのは生きてれば失敗もしますし、騙されたり詐欺にあったりひどい目に遭うもんなんですよ。例えばある会社の社長っていうのは会社の経費を自己負担していろいろね貸し付けてたわけなんですよ。自分でカードローン切って、である生産日にグループ会社の会長のところに、私の会社はこれだけ赤が出てるんで、すいません、ちょっと支払い清算お願いしますって言ったら、お前の会社なんだからお前が払えって言われて、会社をね、放り出されたみたいなね。まあ、放り出されてはいないんですけども、まあ、辞めたという形なんですけども。まあ、その状況だけ見れば、ひどい話だと。会社の社員の給料を払うためや経費を払うために、とりあえずは仮払いということで、未然を切ったのに、金利も込みで、払ったのに、結局それを保証してくれないじゃないか、みたいなね、こともありますし、じゃあ、会社の経費で車買おうぜって言われて、車買った。でも支払いはなぜか自分の口座から行われていると。で、経費的には会社の経費にされてるから、自分の経費にも使えないや、というふうな形でね、なんだこれはと思って、やられたと思って、怒り狂う、それで終わりっていうのも一つの方法です。でもそうじゃなくって、確かにな、と。自分の責任でやったことなんで、車にしても、会社の経費にしても自分で跳ね返して返してやるぜ、ノウハウはしっかりいただいたはずだみたいな感じで、ノウハウを給料としてですね、やり直してそこから再スタートすることによって、現在でね、素晴らしい世界を作ってらっしゃる方もいると思うんですよ。まあこれがね、吉谷さんだと思うんですけども。私もなんか似たような感覚でですね、私自身もまあ、山口会長っていうのが岡山にいるんですけども、その山口会長に言ってみればいろんな負債を押し付けられたんですよ。まあでもね、まあ、これも縁かなと思ったんで、やることをやっていったら、まあ、今があるということなんですよ。だから、嫌な目にあって、それを嫌な目で終わらすのか、そこから、粉骨再進してですね、マイナスからゼロに持っていって、マイナスからゼロに持っていった力で、ゼロからプラスに持っていくっていうふうなね、そういうふうなステップを歩めるかどうかってことなんですよ。繰り返しますけども、人は生きてるうちには、いろんな嫌な目に遭います。事故に遭います。トラブります。まあ、まさに生きるってことは、トラブルの連続なんですよ。ということはですね、トラブルに足を引っ張られるんではなくて、トラブルの中から自分を鍛える材料を探していけば、それがそのまま失敗資産になるんではないかなというお話でした。それでは次回も動画の方お待ちしております。失礼します。